ク！どこですか、ディク！あなたは、あなたって人は、出てきなさい、コラ！リク！は？ここにいましたか、ディク。はい。どうかしましたか？お。どうかしたなんてよくも言えたものです。またやりましたね、あなたは。ん？私が何か？今日の薬はちゃんと飲みましたよ。ああもう、薬じゃなくて私の衣装のことです。風呂場の脱衣カゴにあった私の着替え。ああ、どうですか、着心地は。昨日仕立てたばかりのおろしたてですよ。そんなことはどうでもいい。だからあなたの用意した着替えは何なんですかと聞いているのです。いえ、ですから巫女服です。巫女服、この言葉の意味は覚えましたか？巫女とはつまり…ねえ！巫女の説明はもうお腹いっぱい聞きました！また半日かけて巫女萌えの面妖な語りを繰り広げる気ですか？違いますよ、羽生。あなたにこの前お話ししたのは序章の前書きで、巫女さんとはです。本編はその後に続く第一章、巫女さんになるにはと、第二章の巫女さんの美しさについて、そして第三章の、そんなもの未来英語を聞きたくも知りたくもありません。だから私の尋ねているのはそういうことじゃないと何度言ったらわかる。まだ二度目ですけど。何を怒っているんです？これが怒らずにいられますか？私にこんな服を着せておいて。やっぱり見立ては間違っていませんでしたね。だから面妖な惨事もいりません。私は巫女の衣装なんて着ないと言ったはずでしょうが。しかもなんだこれは。
この前は大きく開いた胸元、その前は股の下ギリギリの袴、そして今回の魔改造、私の着せ替えで遊ぶなと何度言えばわかるんですか。遊んでなんかいませんよ。羽生がどんな巫女服なら気に入ってもらえるのかと、それはもう日ごと夜ごと悩んで考えて模索して、むしろ余計嫌になるわ。それは認める。認めるか。でも。そう言いながら来てくれたってことは、ひょっとして気に入りました？何をしらじらしく。私の手持ちの着替え全部洗濯桶に放り込んでおいて。10年、ようやく羽生が巫女服を着てくれました。これを喜ばずして何を祝いましょうや。えい、泣くな。来たんじゃなくて着せられたんだ。だいたいあなたと知り合ってまだ2年しか経っていないのに、何が苦節10年だ。一日先週の思いとでも申し上げましょうか。まあ、いい加減にしてください。いい年をして巫女服巫女服と、違法の私が言うのもなんですが、あなたには神に仕える神主としての自覚はあるのですか。もちろんです。私はこの古出神社を守ってゆく家系に生まれたことに誇りと畏敬の念を持って日々過ごしております。この村を襲っていた鬼の怒りを鎮め、無念に命を落とした人の霊を慰めることが私の役割です。とはいえ、最近は鬼の襲来もぱったりと沙汰やみ、穏やかなものです。ですから神に仕える者としては、いかに真意を厳かに敬い、人々の信心を堅固に保ってゆくかを考えるべきだと思案に暮れる昨今であります。それとこの巫女服改造とどういう関係があるのです。よくぞ聞いてくれました。いいですか、巫女とは神に仕えるものというだけに、清廉潔白を尊しとされる汚れなき乙女のことを言います。その象徴たる赤と白の完全調和は、まさに天の道を行き、全てを司る崇高さが具現化されたもの。リク?しかるに、それだけでは画寮に転生を欠いた無機質な価値でしかない。されば、それに血肉を通わせ、あら人神のごとく人々に生きた生命をことほぐには、中の人の美こそが重要。そしてその欠けたる欠片を埋め合わせる要素が、つまり乙女が生来に備える美を万民に理解できる範疇で説くこと、その部位こそがすなわち
胸、太もも、二の腕、そしてうなじのくびれ。それを余すことなく描き出すことこそ本懐なのです。あなたスケベを無理やり神々しいものに痴漢しようとしていませんか。いいな、それは違う、違いすぎます。そのように、ただ気の強い女性をツンデレと一括りにする無学蒙昧な輩のような考え方では人の確信など起こり得ないのです。美学に基づく観点を卑しくも猥褻なものとして捉える発想はまさしく恥であり愚劣というもの。大体巫女にそのような横島な感情を抱くものは男じゃない、いや人間ですらない、けだものだ。私にはそういうあなたがけだものに見えます。で、つまりリク、端的にあなたは何が言いたいのですか。巫女服万歳。結局それか。アゴホまだ至近距離からだと避けられない。修行が足りませんね。あいって。何の修行ですか、何の。あなた、私が怒ると分かってやっているでしょう。殴られるのが趣味なんですか？ひょっとして変態？ひどいな。でもやはり羽生には赤が似合います。その衣装とても可愛いですよ。まともな仕立てであれば社交辞令程度には喜んであげたのですけどね。つい仕立てているうちに暴走してしまって、それに羽生がどんな反応をするかと想像したら受けも狙ってみたくなっちゃいました。やっぱり変態だ。付き合っていられません。まったく。それに、
すっかり春ですね。ええ。主なくとも春な忘れそうでしたっけ。それは梅でしょ。そうでしたね。ただなんとなく道真の歌と違ってこの桜の木たちは私がいなくなってもこの季節になれば花を咲かせるんだろうなって思えましてね。そうですね。頼りない主に比べてしっかりしているようですから。ひどいな。羽生。え？もうすぐ3年目の夏です。あなたがこの村に来てから。うん。今年も危ないことが何も起こらなければいいですね。去年と同じように。そうですね。本当に思っている。だけど あなたの任務はこの世界に惨劇をもたらす鬼混血を打ち果たすこと。そう以前におっしゃっていましたよね。ええ。それが？それはいつまで続くのですか？羽生？そうですね。どれくらいの年月が必要かはわかりませんが、いずれきっと、もっともそれには何十年、あるいは何百年の時間がかかると思いますから、おそらくあなたは存命していないでしょうね。それは残念です。すべてが終わったその時には、私が真っ先にあなたにおめでとうを言ってあげたかったのですが。リクの生きている間にはか。
そういえば以前あなたから同化の話をお聞きしましたが、ひょっとして私の中にもあなた方の同胞の魂魄が眠っているのでしょうか。その可能性はないと思います。私たちリューンはお互いの気配を感じ取る能力を持っているので、一緒に過ごしていれば嫌でも察知できます。そしてあなたからそれを感じたことは一度もありません。それに、大丈夫ですよ、リク。今のあなたは、あなた本来の魂魄によるものです。他の誰かの魂によって形成されたものではありません。そうですか。非常の手段であったとはいえ、あなたをはじめこの世界の人間たちに、我々リューンは本当に申し訳ないことをしてしまったと思っています。他者の体と精神を乗っ取ることをやってきてしまったのだから、故にこの角も、そして鬼として忌み嫌われるのも、ひょっとしたらその罪業の報いなのかもしれませんね。羽生、でもそれは私たち人間にも同じことが言えます。角がある、たったそれだけであなたがとても暮らしづらい状況を私たちは作り出してきた。ですからあなただけがそう自分を責めることはないと思います。そうですね。かつてライノスを通過する際に肉体を保持することができたピュートゥスたちも、遥かな清掃を経てこの世界にたどり着きましたが、異邦の地にて生きることは様々な価値観の違いと意識の齟齬に直面することになります。その結果、異形なる存在として忌み嫌われ迫害を受けた例も数限りないほどあったと聞きました。とはいえ、それにしてもこの村を襲った鬼と守ってくれたあなたが同じ血を引いているとは、恐ろしさというよりも悲しい運命を感じさせられます。元来私たちの種族は生存本能に特化して発展を遂げ、いろいろな意味で攻撃的な思考と行動を好む傾向にあります。つまり先住の人々を時には同胞をも対象とした狩りを生業とし、それゆえに存在をこの土地の言葉で表せば鬼とみなされることもありました。そしてそれがこの村鬼ヶ淵の語源になったのだと聞いています。凶暴化したグリフィスの手で絶滅に追いやられた種族もいます。それだけはどんなことがあっても避けなければならない。それが故郷を捨て流浪の民となった
私たち種族が持つ最後の理性なのです。だから、お互いが憎悪し、そしてお互いを恐怖したままでは、リューン、そしてこの世界の人間たちにとっても不幸しか起こり得ません。故に私は、灰として生まれた故の義務からだけでなく、この地に生きる者として、両者の生活、あるいは生命の共存を実現させたい。それを脅かす存在を取り除くため、私はグリフィスを打ち果たす使命を担っているのです。そして私は、ごめんなさい。面白くないですよね、こんな話。いえ、ただ規模の大きな途方もない話ですから、理解しきれているかどうかは自信がありません。私たちにとっては馴染みがなさすぎる話ですしね。でも、でも、羽生の一生懸命な思い、あなたの仲間と私たちの仲間を大切にしたいと願う優しさ、それだけは感じるし、理解しているつもりです。だから、面白くないなんてことは、ありませんよ。ありがとう、リク。あなたは、いい人ですね。あ、いえ、そんな。私はただ、その、あ、でも、羽生、あなたは、今もまだその純潔というものを追っていると聞きましたが、それをどうやって探し出すのですか？この鬼ヶ淵村に来た時に、指揮票として金閣を散布しました。あなたたちには影響のない無害なものですが、ピュトゥス、あるいは鬼化の危険性を持つグリフィスが、これを体内に取り込むと、3年以内に狩猟本能に直結した潜在因子を気配として顕在化させます。それに反応したものを発見して、しかるべき治療、あるいは処置を施す。それが私の役目です。もっとも、裁量の結果が出たのは今まで一度もなかったが。では、羽生。ん？もし、その鬼が見つからなかったら、そして、この村が平和になって、あなたの果たすべき役目がなくなった時は、あなたは、どうするつもりですか？どうって。そうですね。その後は、もちろん。
どうしました？え？あ、いいえ。嫌だ。私は羽生。これからもずっと、私のそばに、いてくれませんか？それは、ええ、もちろん。私は、あなたが好きです。一緒にいてほしいというのは、ただ同居しているという意味ではありません。もっと深くて、もっと強い、心を通い合わせた関係になりたい、ということです。リク。なんていうか、その、実は、願掛けをしていました。羽生が巫女装束を着てくれたら、これを言おうと。な。照れくさくて、つい悪ふざけが過ぎたことは謝ります。でも、本気でずっと考えてきました。あなたとこれからも、ずっと一緒でいられたら。まあ、羽生も知っての通り、楽な暮らしではありませんけどね。でもせめて、一緒に、ささやかでも幸せになれたら、羽生？
羽生？どうしました？羽生？羽生！触るな、この！一体、どうしたのです？いたずらが過ぎたのは謝ります。だから。違う！そうじゃない！いや、いたずらで怒ったのはそうだ。あなたが、こんなひどいことをする奴だとは思わなかった、リク！あなたの冗談もいたずらも、大抵は聞き逃してきたし、見逃しても来た！だけど！今のだけは最低だ！最悪だ！私を馬鹿にするのも、いい加減にしろ！なぜです？私はあなたが好きです！だから！ええ、私もきっとあなたのこと好きなんだと思います。だから今の冗談が許せない。たとえ軽いいつものノリで言ったとしても、それを聞いて私が傷つかないとでも思うほど、あなたは薄情な分からず屋だったのか！そんな冗談なんかじゃありません。私は本気であなたと一緒になりたいと言っているんです。こんなこと不真面目に言ったりなんかしない。こんな、信じない。信じられるか！なぜです、羽生！私は本気です。信じてもらえるまで、いつまでも待ちます。本当に、心の底から、あなたのことが。ダメ！このバカ！バカで構いません！でも、少なくとも嘘つきだけではないつもりです。嘘。嘘だ！だって、私は！リク、これでもですか？これでもあなたは私を好きだと言えますか？頭に角を持つ者、それをこの地では
鬼と呼ぶ。いや、この世界のありとあらゆる国や集落でもこの角を好意的に受け入れたところはどこにもなかった。私がいくらあなたたちと手を結ぼうと思っても、あなたたちは恐れて剣をし、今までずっとそれは拒絶されてきた。あなたのような優しい人が例外中の例外だと知れば知るほど、私はそれが当然だと思い知らされてきた。分かっています。分かっているなら、なんで、なんでそんな残酷なことが言えるのだ。羽生、あなたを愛しています。嘘。本当です。心の底からあなたを。嘘だ。信じて、信じてやるものか。私はあなたを愛しています、羽生。おかしいでしょ、変でしょ。こんな角がある女、気持ちが悪いに決まっている。私だってあなたの立場ならきっと、きっと綺麗です。とても似合っているし可愛いと、あなたを好きになった今なら心の底からそう思えます。あなたが好きなんです、羽生。リク、これからはもう少し改めます。だから返事をもらえますか。後悔するのに、きっとあなたはすごく後悔すると決まっているのに、なんで、なんで私はこんな人を愛して。